おや、あんたたちか。ジンの旦那まで一緒に。一体どうしたんだい？実はかなり面倒な話になっちまってな。なんだい？ただごとじゃなさそうだね。どうやら冗談じゃなさそうだね。関所と発着場が封鎖されてきな臭いとは思っていたが、事情は分かった。まずは全員で作戦を練ろうとギルドに向かってください。了解だ。一足先に行ってるよ。優勝チームのお出ましか。晩餐会で城に泊まったそうだが、もう帰ってきちまったのか。さぞかしうまいもんを食ってきたんじゃないのか。確かに美味しかったけど、それどころじゃなかったのよ。それどころじゃない？おいおい、マジかよ。残念ながら掛け値なしの本当だ。俺の二つ名にかけてもいい。不動の陣、あんたが動いているってことは。よし、わかった。ありがとう、グラッツさん。まずは作戦会議をするので、ギルドに向かってください。みんな集まってくるはずです。わかった、後でな。記憶、あと少しで思い出せそうなんだが、まるでもやがかかったみたいに。あ、クルツさん。よかった、ここにいたんですか。おや、エステル君とヨシュア君か。ジンさんも一緒にどうしたんだい。俺たちが昨日晩餐会で城に行ったことは知ってるだろ。その時にこの新米二人がとんでもない依頼を受けてきたんだ。とんでもない依頼？クルツさんには多少詳しく説明した方がよ。それは本当か？モッチのロンだってば。だからクルツさんにも手。いや、そうじゃない。陛下の依頼というのも確かに驚きなんだが、大佐が手に入れたという漆黒のオブメントというのは本当に存在するのか。クルツさん、どうしたの？なんだか顔が青くない？これは。ふん、ちょっと離れてろ。今のが気功だ。触れてもいないのに肉体に直接作用する。ま、時間がなかったから荒っぽく行かせてもらったぜ。
どうだい気分は。ああすまない、もう大丈夫だ。全部ではないが、ようやく思い出すことができた。そのショックで体が言うことを聞かなくなったみたいだ。思い出したって？前に話しただろう、3ヶ月ほど前の事故さ。クルツさんが仕事中に記憶をなくした事件ですね。ああ、私はあの時ある人物に頼まれて黒装束の連中のことを調べていた。そして連中が運んでいた怪しげな代物を奪取したんだ。それは漆黒のオーブメントだった。その人物というのはもしかして。ああ君たちの父親のカシウスさんだ。私は急いでそのオーブメントを小包みでカシウスさん宛てに送った。なんとかそこまでは思い出したよ。それじゃ小包みを送ったケイって。ああ私のことだ。ラッセル博士に解析してもらうようメモに進言した記憶がある。そうか、あの小包みは君たちが受け取ったのか。クルツさん、その後の記憶はどうですか？父さんに小包みを送った後、あなたに何が起こったんですか？ああ、発着場を出た後、誰かに声をかけられて、その後は…ダメだ、もやがかかったように…あまり無理をして思い出そうとしない方がいい。体に負担を与えるだけだぜ。ああ、わかった。とりあえず、あの時のことを思い出せただけでも上出来だ。それにしても、一体誰がこんなことを。やっぱり、特務兵たちが何かをしたってことかしら。可能性はあるね。アガットさんを蝕んだ毒物もそうだったけど、特殊な薬品を開発してテストしているみたいだからね。記憶に負荷をかける作用を持つ薬品が使われたのかもしれない。なんだか気味が悪いわね。とすると空賊のボスとかダルモア市長も同じってことね。私たちも気をつけないと。すまない、肝心の話がまだだったな。陛下の依頼の件は了解した。どうか私にも協力させてほしい。でもクルツさん調子は大丈夫？ああ記憶を取り戻して逆に体が軽くなったくらいさ。落とし前をつける意味でもぜひとも協力させてほしいんだ。その調子なら大丈夫そうだな。一旦作戦会議がある。まずはギルドに向かってくれ。わかった、オンに切る。時間をいただけますか？何何？面白い話でもあるの？面白いかどうかはともかく。へえ、なんだか楽しそうじゃない。こんなところで立ち話もなんだから、外の休憩所でも行こっか。え？念のために言いますけど、冗談じゃありません。大きな仕事になりそうなので力を貸してほしいんです。ごめん、ちょっと混乱して事態が把握できてないみたい。よくわからないけど、みんなギルドに集まるのね。うん、エルナンさんが詳しい話をしてくれるはずよ。わかった、とりあえず行ってみるね。
州長、やっぱり変ですよ。2日も連絡がないなんて。彼のことだからスクープを探して夢中になっとるだけだと思うんだが、確かに戒厳令に近い状況で何の連絡もないのは変だね。おや？あ、エステルちゃんたちだ。こんにちは、ドロシー。失礼します。ほう、武術大会に優勝した。私はリベール通信の編集長をやっているものだ。ナイアル君とドロシー君から君らの噂は金々聞いとるよ。遊撃士協会のエステル君と。あ、こんにちは。どうも、はじめまして。リベール通信は迷子を楽しみにさせてもらっています。嬉しいこと言ってくれるね。ところでナイアル君に用事があって来たのかい？あ、はい。それがちょうどそのことを話していたところだったんだ。実はナイアル君、昨日と今日と編集部に来ていなくてね。連絡も一切ない状態なんだよ。え？昨日と今日ですか？僕たち一昨日の夕方にここでナイアルさんと話をしていましたけど。本当？本当も何も、ナイアルの伝言を伝えたのはドロシーでしょうが、準決勝の後ここに話を聞きに来たの？ああ、そういえばそんなこともあって。ねえねえ、ナイアル先輩、その時に何か言ってなかった？どこかに出かけるとか。確かに取材かもしれないけど、正確には通信で誰かに呼び出されて。君たち、そいつは本当かね？はい、どうやらその時から今まで消息不明ということになりますね。そんな先輩が死んじゃうなんて。縁起でもないこと言うんじゃありません。今日から定期船は運航停止してるらしいけど、昨日までは運航してたんだから別の地方に出かけたんじゃないの？発着場に問い合わせたけど名簿には載ってないって言うんだ。となるとやっぱりオートにいると思うんだけどね。お前たちがその記者に最後に会った時のことだ。そのナイアルって記者は何か記事になりそうなネタを話していなかったか？え？こういうご時世だ、マスコミへの軍の規制もかなりのもんだろう。どうだい編集長さん。まあ確かにその通りですよ。特に情報部絡みの話になると検閲されまくりという状態です。腹立たしいったらありゃしない。そういう状況じゃ記事にできそうなネタも少ない。だが記者だったら少しでも新鮮で話題性のある記事を。なるほど、情報部が検閲しても問題ない新鮮で話題性のあるネタ。それについてナイアルさんが何か話して。ああ、それだったら。ほう、晩餐会の時に公爵が言っていたあの話か。なんだナイアル君、君たちにも話していたのか。確かに本当だったらすごいスクープになるか。どうにかして裏を。ナイアルって記者は王室関係者以外は知る。確かエルベリ宮に勤めて。オフレコだけど姫様。それで姫様エル。やっぱり。これで裏付けが取れたな。もしあの日通信してきたのが離宮に勤める友人だとしたら、ナイアルさんも離宮にいる可能性が高くなってきましたね。そうか、確かにナイアル君だったら姫殿下にインタビューするために強引に潜入することもありえる。それで兵士に見つかって捕まってしまったの。だから死なない。でもそれが本当だとしたら、クローディア姫と同じ立場になっている可能性が高そうだね。君たちはこの王都で、いやナイアルさんのことはもし拘束されているとしたら。そうかい、わかった。ナイアル先輩。
確かに。おや？あ、こんにちは。失礼。ほう、私はライアル遊撃。あ、どうも、リベール。ところで、それが実は連絡。え、昨日僕たち。準決勝。ああ、ねえねえ、どこかに。確かにそうだったね。通信でだ。君たち。はい、どうやら。今日から昨日まで発着となる。お前たちそのない。え、こういうごマスコミどうだい編集。まあ私特に情報部が腹立たしいったら。あ、そういう状況じゃ。だが記者だったら。なるほど、情報部が検閲しても問題ない。それについてナイアルさんが何か話していたかどうかですね。ああ、それだったら。おう、晩餐会の時に公爵が言っていたあの話か。なんだナイアル君、君たちにも話していたのか。確かに本当だったらすごいスクープになるからね。どうにかして裏を取ってみるとは言っていたが。ナイアルって記者はどうしてその話を知っていたんだい。王室関係者以外は知るはずのない情報だろ。確かエルベリ宮に勤めている友達に聞いたって言ってましたね。オフレコだけど姫様のことをテロリストが狙ってるらしくて、それで姫様エルベリ宮に内緒で保護されてるんですって。やっぱり。ふん、これで裏。もしあの日通信してきたのがナイアルさんも離宮にいるか。そ、確かにナイアル君だったらそれで。だか、でも、うん、クローディア君たちこの、うん、ナイアルさん、もしこう。そう、わかった。骨ナイアル、うん、お前さんたちは。その遊撃士協会の者です。こちらの大聖堂にシスターエレンという方はいらっしゃるでしょうか。おお、それではお前さんたちが彼女の協力者というわけか。え、事情は完全に分かっていらっしゃるようですね。彼女に頼まれたことがあってその報告に参上しました。残念ながら彼女はもうこの大聖堂には。今朝方私に挨拶してここを。どこに行ったんですか。いや、残念ながら王家との長年の付き合いから彼女をかくまわせてもらったが、今回の件について私は彼女多分教会に迷惑をかけたくなかったのだろう。そうですか。だが安心、ここを去るとき絶望の末自暴自棄になって出て行ったわけではなさそうだ。それを聞いてちょっと安心しちゃった。でもその様子だと親衛隊には連絡つ。ま、ないものねだりをしても仕方あるまい。ひとまず親衛隊の存在は脇に置いといた方が良さそうだ。残念ですけどそうするしかありませんね。どうやら大変な困難にぶつかっているようだな。女神は自らを助く者を助ける。精一杯頑張りさえすれば必ずや良き導きがあるであろう。
他の遊撃士は全員集合したようですね。記者さんと親衛隊の方には何とか連絡がつきましたか？残念だけど両方とも連絡がつかなかったの。ですが必要な情報は大体集まったと思います。なるほど、クローディア姫がエルベリキューにいるのは間違いなさそうですね。親衛隊の方は残念ですが、捕まってないことが分かっただけでもよしとしましょう。それじゃ早速始めるかい？ええ、全員で人質救出作戦を練ってみることにしましょう。以上が現在進行している情報部のクーデター計画の詳細です。それを踏まえた上で大都市部は女王陛下の依頼をお受けしたいと思っています。まさかそこまで大それた陰謀が進行していたとは。見抜けなかった自分の不甲斐なさが腹立たしい限りだ。確かにあの特務兵って連中うさんくさそうだったけど、リシャール大佐がかっこよかったからつい信じちゃってたみたい。しかも空賊事件やダルモア市長の事件までも裏から操っていたとはね。随分と私らを舐めてくれるじゃないか。こりゃ落とし前をつけないとどうにも収まりがつかねえな。それでは皆さんも協力してくださるということで構いませんか？もちろんだぜ。遠慮なくこき使っておくれ。借りは返させてもらう。私も喜んで。うわー、すごいことになってきたわね。うん、さすがに頼もしい限りだね。それでは具体的な救出作戦を練ることにしましょう。人質の命がかかっている以上あまり悠長な作戦にはできません。多少力押しになりますが拠点攻略の形を取りたいと思います。侵入ルートを探す時間はないし、確かにそれしか方法はなさそうだな。しかし離宮を攻略するとしたら役割分担はどうするつもりだい？陽動班と突入班の二手に分けるのが確実だろう。何らかの騒ぎを起こして離宮にいる戦力を引きつけてから、その隙に別動隊が突入する。しかし相手は王国軍の中でも精鋭にあたる情報部の特務部隊だ。欲を言えば陽動時の陽撃班と突入時の撹乱班も欲しいところだな。それってどういうこと？陽動して追いかけてきた敵を待ち伏せして叩くのが陽撃班。敵を混乱させて突入をやりやすくするのが撹乱班だね。なるほど。でもこの数じゃそんな役割分担は無理じゃない？ええ、残念ながら他の支部にも連絡したのですが、発着場と関所が封鎖されているため遊撃士がこちらに来られない状況です。そっか、こういう時にシャラネーやアガットがいてくれたらな。ジンさんの言う通り、陽動と突入の二班だけではあまりにも危険が大きすぎます。何か別の案を検討した方がいいかもしれません。いや、足りない戦力は我々が補わせていただこう。ユリアさん。おお、周遊道であったあの時のシスターじゃないか。お初にお目にかかる。王室親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ中尉だ。あなた方の作戦に我々も協力させてほしい。
なるほど、お話は分かりました。あなたを含めた9人の大使が協力してくださるわけですね。みんなそれぞれの方法で王都に潜伏している最中だ。だが1時間以内に全員を集結させることができるだろう。それはいいんだけど、ユリアさん、どうして私たちが人質を救出しようとしてるって分かったの？僕たちそれを伝えようとして大聖堂に行ったんですけど、ユリアさんには会えなかったんです。そうか、すまなかったね。ただ君たちが陛下から依頼を受けたことは、それも昨日の夜のうちにね。昨日の夜？それって私たちが女王様と会ったすぐ後ってこと？その通りだ。我々は情報部も知らない特殊な連絡手段を持って君たちの手助けをするよう陛下からご指示があったのさ。特殊な連絡手段？なんと言ったらいいのか。まあそいつはいいだろう。大事なのは妖撃犯と撹乱犯がなんとか確保できるってことだ。ええ、これで作戦の成功率が跳ね上がりました。早速役割分担を決めてしまいましょう。了解した。まずは陽動だが、これは我々親衛隊のうちの5人のメンバーが担当しよう。確かに指名手配中のあんたたちが現れたとなれば。あ、そういうことだ。具体的には周遊道の外れに停泊している情報部の特務飛行艇を狙うつもりだ。特務飛行艇って、特務兵たちが乗ってた。あ、周遊道の外れに止めてあったんですか。そういや、封鎖されて入れなかった場所があったな。私の調査だと数名の特務兵が常に見張りをしているようだ。これを叩いて離宮に連絡させて応援部隊をそちらに向かわせる。あ、なるほど。その応援部隊を妖撃犯が返り討ちにするってことね。ならば妖撃犯は私たちが引き受けた方が良さそうだな。確かに森での戦闘は魔獣退治で慣れっこだからな。ガンナーもここにいるし、うってつけじゃないかね。まさに適材適所だと思います。では撹乱犯と突入犯ですが。撹乱犯は陽動犯と同じく親衛隊のメンバーが務めよう。その方が特務兵たちの注意を引きつけられるはずだ。ということは、僕たちが突入犯として人質を解放するわけですね。みんなのお膳立てがあって初めて成立する大切な役割だ。気合を入れる必要があるぜ。そう言われるとちょっとプレッシャーかも。そう心配することはないさ。なんといっても武術大会の優勝メンバーだからね。敵の大部分は私たちが何とかしよう。君たちは人質救出だけを考えてくれればそれでいい。ユリアさん、先輩たち。僕たちだけで人質を救うわけじゃない。力を合わせればきっと大丈夫さ。うん、よし、やるっきゃないわよね。おっと、いい気合だな。これで作戦会議は終了ですね。作戦決行は夜、闇に紛れてが望ましいでしょう。一度作戦が始まってしまえば市街地に戻る余裕はありません。今のうちに足りないものを揃えてきてはいかがですか。あ、それもそうね。私は王都に潜伏している部下に連絡を取ってこい。それじゃあ一旦ここで解散ですね。一度作戦が始まってしまえば市街地に戻る余裕はありません。
もう準備はお済みですか？わかり、準備が済んだら。一度作戦が始まってしまう。もう準備はお済みですか？わかりました。それでは。さてと、集合場所はここでいいのよね？アンバールの石碑のある休憩所だから、ここで会っているはずだよ。問題は、ユリアさんたちが見つからずに来られるかだ。その心配は無用さ。よくそれだけの数が王都に潜伏できていたもんだな。我々の理解者は市民にも大勢いるものでね。こちらの準備はできている。いつでも作戦を始めてほしい。よし、エステル君、号令をお願いしたい。え？あ、私が？もともと君たちが受けた女王陛下直々の依頼だ。ああ、お前さんの号令で始めるのが筋ってもんだぜ。でも私まだ新米だし。関係ないさ、あんたなら文句はないよ。ただしあんまり大声を出さないようにね。我々は手伝いだ、依存は全くないよ。エステル、自信を持って。細かいことは考えるなって。こういうのはノリさ、ノリ。全作戦要員に告げる。これよりエルベリ宮攻略および人質救出作戦を開始する。さすがに腹が減った。そろそろ交代時間じゃないか。おいおい、たるんでるぞ。いつ潜伏中の親衛隊が現れるかもしれんのだからな。逃亡してるのはどうせ10名にも満たないか。そんな連中、大佐が本気になればあっという間に借り尽くせるさ。やれるものならやってみるがいい。あ、親衛隊中隊長。聞け、特務艇から連絡があった。どうやら親衛隊の残党がのこのこと現れたらしい。至急現場に急行し、これを機会に奴らを殲滅する。ラジャ、なんとか片付いたか。バカな連中だ。飛行艇はロックされている。簡単に使うことはできんぞ。おとなしく大佐に従っていれば命だけは助かったものを、己の顔面さを呪って死んでいくがいい。かかれ。遊撃士だと？貴様ら軍に歯向かうつもりか。あいにくだが、君たちはすでに違法的存在だ。陛下のお墨付きがある以上。よし、遊撃班が動いたぞ。なぜ自分たちが先行して前庭で残存兵力を引くその隙に、あなた方は離宮内部に突入してください。うん、分かったわ。エイドスの加護を。
しよし、やってくれてるようだな。この隙に建物に突入するぞ。オッケー、了解です。ここがエルベリ宮。お城にも負けないくらい豪華だわ。まあ王家の建物だからね。おっと、おいでなすったぜ。なんだ貴様らは。悪党に名乗る名などなし。問答無用で行かせてもらいます。そんなに広い建物じゃな、しらみつぶしに調べていく。グズグズしてたら前庭にいる連中も戻ってくる。とにかく急ぐぞ。なんだ不審者め。戦闘終了、先に進もう。はあ、焦った。いきなり襲ってくるんだもん。まだかなりの数が離宮内に残っているみたいだ。定期的に中庭の廊下を巡回。仕方ない。
戦闘終了。戦闘終了。先に気持ちよく眠っててくれや。城にもあった酒を出す談話室みたいですね。命ばかりはお助け。僕は分かってるってば。利休に勤めている人でしょ。女王陛下のご依頼で捕まった方々を助けに来。本当に僕、だからもう安心して。友達の記者が捕まってから生きた心地がしなかったんだ。あいつ無事。友達の、あ、ナイガルの友達って。え、そうか。確かにあの時ナイガル、彼ここに保護されあまりに熱心だから断れなくて中に入れる手引きをしたんだよ。それでバレて捕まったわけか。ああ、
恥ずかしながら、その時になって真相に気づい、姫様はテロリストに狙われたからここに保護されたって聞いたんだけど、実際には情報部の連中に監禁されていたんだって。姫様が来たことに浮かれて、そんなことにも全く。まあまあ、 それで捕まった方々がどこにいるのか。ああ、建物の一番奥にある紋章の間に集められている。条約の調印にも使われる由緒正しい大広間なんだ。奥にある紋章の間、よし、さす。鍵だね。そうか、あそこには、あの鍵は情報、テロリストが現れたとかで。え、それじゃあユリアさんたちが待ち伏せている方に行ったのか。まずいな。ちょっと待った、あそこの鍵はスペアがどこかに保管、確か展示室のどこかに。展示室ね。急いで。これで奥、you
なんだ貴様ら。どこかで見かけたような。こいつら武術大会で優勝した遊撃士協会の連中か。ま、素直に通してくれれば見逃してあげてもいいんだけど。だ、我らが鉄壁の守り、破れるものなら破ってみろ。まだ負けられないんだ。お前ら。やっほー、助けに来たわよ。ナイアルさん、無事だったみたいですね。助けに来たって、ま、エステルさん、ヨシアさん、こんなところで会えるなんて。え、あなたがお姫様なんだ。はじめまして、私たち遊撃士協会の。はじめましてじゃないですよ、エステルさん、ヨシアさん。やっと約束通り再会できましたね。え？ああ、クローゼじゃない。もうエステルさんったら、すぐに気づいてくれないなんてひどいです。そんなこと言われても、ドレス着て髪伸ばしてるし、一体全体どうしちゃったの？ごめんね、クローゼ。エステルって。あまり人を疑うことを知らないから。ちょっと、それってどういう意味よ。それがエステルさんのいいところだと思いますから。それよりもヨシアさん、まだ私をその名で呼んでくれるんですね。うん、君がそう望んでいるような気がしたから、本名の方が良かったかな。とんでもありません。ありがとう、すごく嬉しいです。ん？ところで、どうしてクローゼがここにいるわけ？それに例のお姫様がどこにもいないんですけど。あのな、目の前にいるだろう。その方が陛下の孫娘のクローディア姫殿下だっての。え？ごめんなさい、黙っていて。本当はエステルさんたちとオートで再会した時に打ち明けるつもりだったんですけど、リシャール大佐に捕まってしまって。え、でもなんで、なんでお姫様が正体隠して普通の学校なんかに。それに私、クローゼのことをどう呼んだらいいのか。どうかそのままクローゼと呼んでください。クローディア・フォン・アウスレーゼ、本名の最初と最後を合わせた愛称なんです。そうだったんだ。
それじゃあその髪は？これはヘアピースです。さすがに同じ髪型だと学園生活に支障をきたしそうだったので。まったく迂闊でしたよ。そのお姿は写真で拝見していたのに、市長邸の事件で会った時にはさっぱり気づきませんでしたからね。ごめんなさい。ルナー王子様やダルモア市長も気づかなかったみたいですし、意外と効果は。そっか、考えてみればあの公爵も親戚なこと。そうだ、肝心なことを忘れてたわ。そうだったんですか。エステルさん、ヨシアさん、助けに来てくださって本当にありがとうございました。気にしないでよ。捕まってたのがクローゼだと知ってたら頼まれなくても助けに来たし。エステルさん、確かにその通りだね。それに僕たちよりも陛下に感謝した方がいいと思う。自分の身を顧みずに君の救出を依頼したんだから。確かに姫殿下さえ無事ならば大佐の要求を拒否することができる。死すら覚悟されているかもしれませんな。はい、おばあ様はそういう方です。なんとか手を打たないと今度はおばあ様の身が。茶番はそのくらいにしてもらおうか。お姫様、ディアーヌちゃん。なんで女の子が。モルガン将軍のお孫さんです。ハーケン門に監禁された将軍を動かすために連れてこられたらしくて。女王陛下に対する君と同じということか。言っておくが、ただの脅しと思うなよ。我ら情報部員、理想のためなら鬼にも修羅にもなれる。そんなことで威張ってるんじゃないわよ。中隊長、取引をしましょう。その子の代わりに私を人質にしてください。おっと、その手には乗りませんぞ。さすがに我々といえど王族を手にかける勇気はない。それと比べるとモルガン将軍の孫娘というのはちょうどよろ。人質としての価値もあるし、傷つけても問題なさそうだ。あなた方は最低。やれやれ、腐った連中だぜ。ふん、なんとでもほざくがいい。そろそろキルシェ通りから巡回部隊が帰還する頃合いだ。親衛隊遊撃士もろともここで一網打尽にしてくれるわ。ああ、それは無理ってもんね。ここに来るときに私たちが倒しちゃったから。なっ、よしよし、もう大丈夫よ。エステル、ヨシュア、ずいぶん久しぶりじゃない？知らねえ。来てくれたんですか。何を悠長に挨拶しておるか。やれやれ、無粋の極みだね。今のはおまけよ。えげつな。撃ったのってオリビーさんですか。ピンポーン。いやいや、真打ち登場といったところかな。つくづく突拍子もない兄ちゃんだな。それにシェラザード、ずいぶん久しぶりじゃないか。どうもご無沙汰してます。まさかジンさんがリベールに来てるなんてね。あなたがエステルたちについているって聞いたからあまり心配してなかったわ。そらさすがに買いかぶりすぎってもんだぜ。しかしお前さん、ずいぶん色っぽくなったな。正直見違えたぞ。あら、そうかしら。むむむ、そこはかとなくジェラシー。僕のことを散々もてあそんでおいてゴミのように捨てるのね。ああオリビエ、アイナが会いたがってたわよ。また一緒に飲もうだってさ。ごめんなさい、
僕が悪うございました。まったくもう、みんな相変わらずなんだから。でもシェラさん、よく王都に来られましたね。王国軍に関所が封鎖されてませんでしたか？ええ、だからバレリア湖をボートを使って移動したわ。で、王都の鳩場に上陸したわけ。なるほど、考えましたね。でもどうしてまたスチャラカ演奏家と一緒なの？王都のギルドでばったり出くわしちゃってね。スッポンみたいに離れないから仕方なく連れてきたのよ。こんな面白そうなことを僕が放っておくわけないだろう。ところで、そちらのお嬢さんが。あ、紹介するわね。女王様のお孫さんにあたるクローディア姫殿下よ。私とヨシアの友達なの。はじめまして、お二人とも。助けに来てくださって本当にありがとうございます。お気になさらずに。これも遊撃士としての務めです。美しき姫君を救うのは紳士としての誉れというからね。お会いできて光栄だ、プリンセス。クローゼ、ご無事でしたか。ユリアさん、ジーク。また会うことができて。殿下、よくご無事で。本当に本当によかった。ユリアさんも元気そうでよかったです。申し訳ありませんでした。私が不甲斐なかったばかりにこのような苦労をおかけして。できることなら至らぬ我が身をこの手で引き裂いてやりたかった。そんなこと言わないでください。お互いこうして無事に再会できただけでも嬉しいです。助けに来てくれて本当にありがとうございました。殿下、感動してるところをちょっと悪いんですけど、なんでジークがここにいるの？ジークは殿下の護衛であると同時に親衛隊の伝令係でもあるんだ。君たちのホテルにも手紙を届けさせただろ。あの夜の。やっぱりそうだったんですか。それでは女王陛下の依頼をユリアさんが知っていたのも。ああ、女王級の陛下から直接ジークを介して教えていただいた。だが殿下がいたあの広間にはジークの侵入できる窓がなくてね。連絡できなくて本当に心配したよ。まったくもう、驚かせてくれるじゃない。こらジーク、黙って手紙を置いていくなんてちょっと薄情なんじゃないの？ごめんよ、ですって。まあいいか。ところで、特務兵たちはもうほとんどやっつけたの？離宮に詰めていた部隊はほぼ拘束することができた。しかしグランセル城内にはまだ相当数が残っているはずだ。各地の王国軍も未だに情報部のコントロール下にある。下手をしたら反乱軍としてこの場所を鎮圧されかねないわ。そこまでは考えてなかったわね。そうですね。クローゼだけでも別の場所に避難させた方がいいかもしれません。ならば帝国か共和国の大使館に保護を求めてはどうかな。大使館内は治外法権、簡単に手出しできないからね。さっきの作戦で露飼した飛行艇で亡命する手もあるな。
根本的な解決にはならんが、時間を稼ぐのにはちょうどいい。そうだな。どう鬼貸しするべきか。皆さん、この状況で私が遊撃士の皆さんに依頼をすることは可能でしょうか。え？人質救出のミッションは完了したから大丈夫だと思うよ。もちろん依頼内容にもよるけどね。でしたら無理を承知でお願いします。王城の解放と陛下の救出を手伝っていただけないでしょうか。殿下。そっか、そうよね。今度は女王様を助けないと。正直言ってその話にはなるんじゃないかと思ったぜ。だが姫殿下、その依頼はかなりの難物だ。そうね、ここにいる戦力を全員集めても正面から落とすのは不可能だわ。あの特務艇を使えば可能性はあると思いますが、ただよほどうまい仕掛けが必要になりそうですね。私に考えがあります。皆さん、これを見ていただけますか。これってどこの地図？王都の地下水路の内部構成を記した古文書です。これに王城地下に通じる隠し水路の存在が記されています。ヘルベリキュートの連絡が途絶えてしまっただなんて。親衛隊か遊撃士協会、どちらかに落とされた可能性があるということかな。抜け抜けと。連中を指揮していたのは少尉あなたでしょうに。これは面目ない。だが済んでしまったことをとやかく言っても千の木ことだ。この上陛下まで奪われぬよう城の守りを固めるべきだろうな。言われなくても分かっていますわ。城門を完全に封鎖、誰が来ても入れないように。以後は空からの襲撃にのみ備えることにしなさい。了解しました。それと各地の部隊に連絡してエルベリ宮に向かわせること。名目は王族を騙ったテロリスト集団の鎮圧です。イエスマム。見事なお手並みだ。当然でしょう。新参者のあなたとは違います。閣下の留守は私が絶対に守りますわ。救出作戦を説明する。まずはヨシュア殿以下3名のチームが地下水路よりグランセル城地下へと侵入、親衛隊の詰め所へと急行し城門の開閉装置を起動する。了解しました。ま、でかい花火の点火役ってところだな。いずれにせよ最終幕の幕開けには違いない。城門が開くのと同時に親衛隊全員と遊撃士4名が市外から城内へと突入。なるべく派手に戦闘を行い敵の動きを城内へと集中させる。ああ、任せてもらおう。よっしゃ、腕が鳴るぜ。そして最後に。殿下、やはり考え直していただけませんか。ごめんなさい、おばあ様は私が助けたいんです。それに私は一応飛行艇の操縦ができますから、どうか作戦に役立ててください。こんなことなら操縦方法などお教えするのではなかったか。まあまあユリアさん、クローゼのことなら私たちに任せておいて。銀線の名にかけて必ずやお守りすることを誓うわ。わかった、どうかお願いする。
城内に敵戦力が集中した直後、エステル殿以下3名のチームが特務飛行艇で空中庭園に強行着陸。しかる後、女王宮に突入してアリシア女王陛下をお助けする。了解。作戦決行は正午の鐘と同時。それまでに待機位置についてくれ。それでは各員、行動開始せよ。イエスマム。ヨシア、気をつけてよね。くれぐれも無理しちゃダメなんだから。うん、気をつけるよ。だから君の方もくれぐれも先走らないように、自分の力を過信しないでシェラさんたちと協力すること。うん、分かってる。なんといっても例の約束だってあるもんね。お互い元気な姿でグランセル城で会いましょう。うん、必ず。ヨシアさん、隠された水路にはどんな魔獣がいるか分かりません。どうか気をつけてくださいね。分かった、くれぐれも気をつけるよ。エステルのことは心配しない。あんたと今まで旅していろいろと成長したみたい。遊撃士としてだけじゃなくて女としてもみたいだけど。知らねえ。ん？どういうことですか？まだわからなくていいの。やれやれ、この非常事態になんとも頼もしいガキどもだぜ。まったくだな。さて、そろそろ俺たちは行くぞ。また会おう、子猫ちゃんたち。エイドスの加護。ヨシア。ねえねえお姫様、やっぱりあの子たち旅先で何かあったのかしら。そうかもしれませんね。二人ともとてもいい顔をしてらっしゃいましたから、一般兵に代わって特務兵たちが巡回している。利休を落とされて敵さんも必死なんだろうさ。しかしなんとも物々しい雰囲気だ。よし、こういう時こそ僕のリュートで張り詰めた空気を和ませて。目立つことをしているとまたあの人が飛んできますよ。確かミュラーさんでしたっけ。そうだった。二人とも帝国大使館には絶対に近寄らないでくれたまえ。お互い大使館に寄ってる暇はなさそうだな。準備を整え次第地下水路に降りるとしよう。水路の場所を確認した方が良さそうだね。そうですね、ちょっと待っててください。今俺たちがいるのが右下の階段マークのところで、中央の印がついているところ。はい、まずはこの場所に。
戦闘終了。さ、この辺りが、うん、さすがは王家の仕組み。ねっちりみっち。まずは僕、自然と指先が探り当てるんです。自然とね。ヨシア君ってその昔伝説の少年怪盗をしていたとか、活劇物とかに出てくるようなやつ。あのですね、時間がない、とっとと行くとしようぜ。ここからが本番だから。これぞ勝利の美酒。酔いしれたかな。
やれやれ、手こずらせてくれる。ひょっとしてここが終点かな。ええ、さっきと同じ隠し扉のスイッチがあります。うん、だったら正午までここで待機した方が良さそうだな。
戦闘終了、先に進もう。酔いしれたかな。やれやれ、手こずらせてくれる。やれやれ、手こずらせてくれる。
戦闘終了。お見せしよう、リノ。戦闘終了、先に進もう。Thank you.
よし、時間が来たら一気に。やれやれ、今のうちに体を。よし、学院卒称号の鐘と同時に突入する。情報部の特務艇、こんな形で乗るなんていうか、やたらと趣味のあの空賊艇といい勝負だわ。でもかなりのスペックであることは間違いありません。こんな船を情報部はどうやって調達したのか。そう、あのゴスペルといい、いろいろと謎が多いわね。いやー、殿下、お待ちしていましたよ。ペイトンさん、どうもお久しぶり。ペイトンさんといって、アルセイユの整備をされている方といっても、中央工房からアルセイユは試験飛行段階なので、いろいろと。へえ、ルーアンで見た時は。もちろん通常飛行は新型のオーバルエンジンの開発が遅れて旧型を乗せているだけなので、本来ともかくアルセイユはオートで途方に暮れていて。なるほど。よろしくお願いするわ。任せて。一応ロックを外して操縦できるようにしました。かなりの高軌道なので、操縦するときはお気をつけて。わかり、それじゃ。そうだ、皆さん一応。あと、え、あら、とてもて用があれば。正午までは乗り込んで。わかりま
介しました。エンジンの知らねえ。ええ、難しい。迅速に。始まっちまったか。行くぞドロシー、見晴らしのいい場所を確保するんだ。待ってください。すぐに観光クォーツをセットしちゃいますから。おいおい、どうしたのかね。3日ぶりに顔を見せたと思ったら。スクープです。リベール通信始まって以来のどでかいスクープなんですよ。縄文の開閉装置は親衛隊の詰め所にあります。南側の階段を登りましょう。おう。え、バカ。侵入された方は必ずそう言うんだよね。ま、気持ちはわからんでも。行きます。戦闘終了。先よし、一丁上がりだ。やれやれ、あっけない。今から縄文の開閉装置を操作します。敵が来たら撃退してください。おう、不動の名にかけて誰一人として中には入れん。今こそ天井の門が開くとき、最終楽章の始まりだ。なんだ、おかしいな。完全封鎖。バカな。嘘ですわ。どうして縄文がカット。態度もいかがしましょう。このままでは敵に城内に入られてしまう。第一小隊を残して全員玄関広間へ急ぎなさい。敵を城内に入れてはなりません。ラジャー。なんたる失態。カンカが戻られる前に何としても撃退せねば。タイ殿。特務飛行艇が。しまった、そちらが本命か。
迫ると一体何者なの？リシャール大佐の副官よ。典型的な女狐って感じ。なるほど、そんな感じだわ。さてと、目指すは女王級ね。はい。
ですね。 私を新たなる国王としての狼藉か。冗談は髪型だけにしなさいよ。あんたまだ国王になったわけじゃ。デュナン公爵閣下ですね。私たちは遊撃士協会の者、クローディア殿下の依頼で女王陛下の救出に来ました。おとなしくそこを通してくれるとこちらも助かるんですけど。クローディアだと。あの小娘、余計なことをして。デュナン王子様、もう終わりにしてください。おじ様はリシャール大佐に利用されていただけなんです。なんだそなた。クローディアではないか。なんだその髪は、その格好は。やっと気づいたのか。こりゃルーアンで会った時も気づいてなかったわけだわ。よくわからないけど随分と抜けた人みたいね。あの、黙っていた私が悪かったんだと思います。この私を。これだから女という生き物は信用がおけんのだ。コズル君、強量で些細なことですぐ目くじらを立てて、そんなくだらぬ連中にお顔を渡してなるものか。閣下、今のはまずいのでは。謝った方がいいかと。くだらない連中か。いやはや見直したわ。このご時世に大した度胸のある発言ね。ごめんなさいおじさま、今のはちょっと弁護できそうにありません。
行くわよ。次は公爵さんの番かしら。女ごときが振るう無知の味、味わってもらおうかしらね。ユリナ、揺れないでくれ。あのそのあたりで許してあげては。こうなったら陛下を盾にするしか。ママよ。しすぎたかも。まあ邪魔したのは事実だし、いい薬になったんじゃない。はい、不幸な事故だと思います。でも気絶したおじさまをこのままにしておくわけにも。公爵閣下。あ、フィリップさん。エステル様、それにクロディア殿下、この度は我が主が迷惑をおかけして申し訳ありません。すべては閣下をお育てした私の不徳のいたすところ、どうかこれ以上の罰は私めにお与えくだされ。ちょっと待ってよ。
フィリップさん、どうか頭をお上げください。私たちはおばあ様を、陛下をお助けしに来ただけです。もとよりおじ様に何もするつもりはありません。どうか私の部屋でおじ様の手当てをしてあげてください。実際大した傷はないわ。ぶつかったショックで気絶してるだけだから大丈夫。皆さん本当にありがとうございます。このご恩決して忘れませんぞ。それにエステルさんも。ようやく来たか。待ちくたびれてしまったぞ。ローランス少尉。私の任務は女王陛下の護衛だ。ここにいても不思議ではあるまい。ふざけないでよね。いくらあんたが腕が立ってもこっちは3人もいるんだから。何こいつ、ずいぶん腕が立ちそうね。一体何者なの？情報部特務部隊隊長ロランス元両兵上がりで。ほう、そこまで調べていたか。さすがは S 級遊撃士カシウス・ブライトの娘だ。外部には公表されていない先生のランクを知っているなんて、こいつただ者じゃないわね。お前のことも知っているぞ。ランク C 銀線シェラザード・ハーベ、近々ランク B に昇格予定らしいな。あのおばあ様を返してください。もしあなたが大佐に雇われただけなのならもう戦う理由な。この世を動かすのは目に見えているものだけではない。クォーツ版だけを見ていては歯車の動きがわからぬように。え、心せよクローディア姫。国家というのは巨大で複雑なオーブメントと同じ人々というクォーツから力を引き出す数多の組織制度という歯車、それを包む国土というフレーム、そのありさまを把握できなければあなたに女王としての資格はない。面白い例えをするものですね。ですが確かにその通りかもしれません。まさかこの場で国家論を聞くとは思わなかったけれど。これは失礼した。陛下には無用の説法でしたな。なんかよくわからないけど、要するに女王様を解放する気はないってわけね。だとしたらどうする？決まってる、力ずくでも返して。そうね、ここまで来て後には引けない。あなたからは敵意は感じられませんけど、おばあ様を取り戻すためなら剣を向けさせ。ならばこちらも少し本気を出させてもらうぞ。金髪？いや、アッシュブロンドね。どうやらこいつ北方の生まれみたいだわ。北であるのは間違いない。まあここからそれほど遠くはないがな。え？お前たちが女であろうが手加減をするつもりはない。行くぞ。
お仕置きが必要みたいね。させてくれる。もう少し歯ごたえがあると思ったのだがな。どうして決勝の時と違いすぎるよ。多分手を抜いていたんでしょうね。この強さ先生に匹敵するかもしれない。おばあ様ごめんなさい。クローディア、エステルさん。陛下、それ以上は動かないでいただこう。死ぬような怪我ではない。その瞳、なんて深い色をしているのかしら。まだ若いのに大層苦労してきたようですね。女王よ、あなたに俺を憐れむ資格などない。ハーメルの名を知っているあなたには。さてと、そろそろ時間だ。お望み通り女王陛下は返してやろう。大佐を止めたければ地下に急いだ方がよかろう。もはや手遅れだろうが、無用な被害が広がるのを食い止められるかもしれん。地下に？まさかあの場所から地下に降りたということですか？
今のあなたならばその意味が嫌というほどわかるはず。彼らを導いてやるといいだろう。それではさらばだ。湖に落ちたのかな。それにしては湖面が波立ってないわ。あの男一体。おばあ様、お怪我はありませんか。大丈夫よクローディア、乱暴なことはされていません。それよりもエッセル、ヨシュア、よかった、無事だったみたいね。エステルの方こそ、リシャール大佐とロランス少尉が城内にいなかったから心配だったんだ。あの赤ヘルムならさっきまでここにいたけど。え、そこの手すりを越えて飛び降りて逃げていったわ。とんでもない化け物ね、あれは。そ、本当によかった、君が無事でいてくれて。ヨシア陛下、よくぞご無事で。ユリア中尉、また会えて嬉しいわ。それに皆さんも本当に感謝の言葉が尽きません。女王陛下、過分なお言葉あり。お役に立てたならば幸いです。ですがまだこれで終わりではなさそうですな。城内の特務兵は鎮圧しましたが、良くない知らせが届いています。各地の正規軍部隊が王都を目指しているとのこと。どうやら情報部によってコントロールされているようです。そうですか。失礼ですが時間がありません。どうか今すぐ飛行艇でここから脱出なさってください。いいえ、それはできません。それよりもどうやら大変なことになりました。何としてもリシャール大佐を止めなくてはなりません。どういうことですか。昨夜大佐と話をしてみて、ようやく真の目的が分かりました。どうやら彼はオーリオールを手に入れるつもりのようなのです。オーリオール、それってどこかで聞いたことがあるような。古代人が女神から授かったセプトテリオンの一つ、全てを支配する力を持つと言われる伝説のアーティファクトのことですね。アルバ教授が言ってた。でもそれって教会に伝わってるただのおとぎ話なんでしょ。え、うん、存在するのですね、このリベール王国のどこかに。古き王家の伝承にはこうあります。輝くはいつしか災いとなり、人の子らの魂を煉獄へとつながん。我ら人として生きるがために暗き闇の狭間にこれを封じ。人の子らの魂を煉獄へとつなが、なんとも不気味な言葉ですな。この言葉は代々の国王への戒めとして伝えられてきました。おそらく輝く輪と呼ばれる何かはその危険性ゆえ王家の始祖によって封印されたのだと推測できます。そして王都の地下から検出された巨大な動力反応、この2つを結びつけて考えたら、王都の地下に輝く輪が封印されている、そう考えるのが自然でしょうね。ええ、大佐もそう考えたのでしょう。輝く輪がどういうものなのかは伝承にも残っていませんが、もし蘇らせてしまったら大変なことが起きるかもしれません。それこそ過去に起きたという伝説の大崩壊に匹敵する。そんな参ったわね、こりゃ。あの女王様、ロランス少尉は地下に行けって言ってましたけど、あれってどういう意味なんでしょう。このグランセル城には不思議な部屋があるのです。特に何も保管されていないのに、昔から立ち入り禁止とされた場所。
宝物庫のことですか。間違いありません。つい最近ここを頻繁に出入りしたような跡があります。それだけじゃないわ。かなり重量のあるものが運び込まれたような跡もある。おそらく予備の鍵を使って調べてみる必要がありそうですね。こんな場所にエレベーターが。こんなものなかったはずなのに。わざわざ大佐が建造させたということか。とするとこのエレベーターで、ええ、ひょっとしたらこれこそが今回のクーデターを起こした王城を占領でもしない限り、こんなものを作るのは不可能ですから。あり得るかもしれない。どこの国でもそうだが、王権が守る聖域とは、それを破るとなればよほど。いずれにせよこれを使って地下に降りる必要。まずは動かしてみます。動力的な方法でロックされている。特殊なクォーツを組み込んだ鍵を使わないと動かせないみたいだ。そんな。ここまで来て拘束してある特務兵を締め上げて聞いてやります。どこかに鍵があるかもしれません。そうした方がよ。いや、それには及びませんぞ。え、まさか。まあ、ラスアリシア様、ご無沙汰しておりましたな。ユステルとヨシュアも元気そうで何よりじゃ。ちょっと、なんで博士がここにいるのよ。サイスで情報部に追われていたんじゃ。それに博士がここに来ているっていうことは。おじいちゃん。こら、ちょろちょろと動き回ってるんじゃねえよ。じいさんもそうだが、落ち着きのない一家だな。だってアガットさん。あ、ティータ。やっぱりエステルお姉ちゃん、それにヨシオお兄ちゃん。ティータ、よかった、また会うことができて。キルルで聞いたら、お姉ちゃんたちがお城で戦ってるって聞いて、無事でよかったよ。ティータ、ありがとう。アガットさんもよくご無事でしたね。どうして王都にいるんですか。いや、ひょんなところで王都行きの貨物船を見つけてな。東大元暮らしを狙って来てみたら騒ぎが起こってるじゃねえか。で、エルナンに事情を聞いてわざわざ来てみたってわけだ。あと、ヤツからの預かり物もあるぜ。いいのかな、ちゃんと報告してないのに。親衛隊の伝令から大体のことは聞いたみたいだぜ。しかし、こんなところでガン首揃えてどうしたんだよ。てっきり残りの特務兵ともぶちのめせると思ってきたんだが。あんた。お久しぶりです、アガットさん。東大ではありがとうございました。確かクローゼと言ったな。どうしてあんたみたいな学生がこんな場所に嫌がるんだ。どうやら孫娘がお世話になったようですね。私からもお礼を言わせてください。ああ、気にすんなって。単なる仕事のついでだからな。ところで、ばあさんはこの城の関係者が何かかい。無礼者。この方をどなたと心得る。リベールの国主たるアリシア女王陛下であるぞ。え、そういえばどっかで見たような気が。やれやれ、相変わらず未熟者じゃの。なぞ。女王様。
下の孫娘のクローディア姫殿下だよ。僕たちはクローゼって呼んでるけどね。クローゼ、この子が博士の孫のティータよ。私たちの妹同然の子なの。そうなんですか。はじめまして、ティータちゃん。私のことはクローゼって呼んでくれると嬉しいです。いいわね。私はシェラザード、エステルとヨシュアの先輩よ。シェラって呼んでちょうだい。はい、シェラさん。それじゃあ僕はオリビエお兄ちゃんって。あんたはやめい。あんたは、それはともかく、そのエレベーターが動かなくて困っておるようじゃな。一体どういう事情なのかね。実はマジかよ。そんなものがこの下に埋まって、やはりわしが恐れていたこのエレベーターを使えばその場所に降りられるようじゃな。ええ、ですが特殊な鍵でロックされてクオーツを使ったものらしくて。おお、あれちょっと見せてみるがいい。これはわしが開発したカードキーを応用したものじゃな。同一の結晶回路を持つカードを差し込まないとロックは解除されん。じゃがこの手の初期型にはプロテクトが実装されておら、こうして動力圧を調整し。やった、さすが博士。お見それしました。さすがですね。それでは早速地下に降りてみるとしましょうか。大変です。なんだ、どうした。王都の大門に正規軍の一個師団が到着。情報部の士官によって率いられている模様です。何、もう来たのか。さらに古城から3隻の軍用警備艇が接近中。いかがいたしましょうか。この大変な時に。どうやら私が説得に出た方が良さそうですね。おばあさま。屋上のテラスに出て到着した部隊に声をかけます。ユリア注意、用意をしてください。ですが万が一攻撃されてしまったら。私は彼らを信じます。誤解があったとはいえ彼らもまたリベールの民。私の姿を見て声を聞いて。陛下、エステルさん、こんなことを頼むのは非常に心苦しいのですが。女王様、それ以上はおっしゃらないでください。リシャール大佐の野望は私たち。どうかお任せください。ゼムリア文明の遺跡。相当古い遺跡のようじゃが、シリンの塔などと違って装置が稼働しておるようじゃ。装置が動いているだけじゃね、ヤバそうな化け物がうようよいる気配がするぜ。この辺りの建材は最近持ってこられたものね。リシャール大佐の指示で建造されたということ。まあ間違いないだろうね。こんな地下深くで工事とはご苦労様なことだ。でも思っていた以上に巨大な遺跡のようですね。効率的に探索しないとすぐに迷ってしまいそうです。うん、ここは探索班と待機班に分かれた方がいいかもしれんな。どういうこと。つまり安全な場所を拠点にしてそこを足がかりにする。まあそういうことだ。探索班がルートを発見する間、待機班は拠点を守りながら、ルートが見つかったら全員で移動して新たな拠点を作る。
なるほど。ならば当面はこの場所を拠点にした方が良さそうじゃな。エステル、ヨシュア、早速探索班を決めるがいい。ですが、今回の事件に一番深く関わる皆も依存はないじゃろ。もちろん私も。私も。仕方ねえな。お前らの指示に従ってやるよ。信じているよ。僕を選んでくれることをね。まあそういうことだ。ヨシュア、どうしよう。深く考えることはないよ。いざとなったら拠点に戻って。そっか。ジークをエステルさんたちについて行かせるようにします。拠点になりそうな場所を見つけたら彼をこちらに向かわせてください。エステルさんたちがいる場所まで案内してもらえますから。なるほど、わざわざ戻らなくても済みそうだね。頼むわよ。それでは探索よろしく頼んだぞ。念のためゴーグル一式と簡単なキットは用意してきた。オーブメントの改造などが必要になったら言うがいい。それでは